聖書を読しますヤコブ3章17から18までですしかし上からの知恵は第一に純真であり次に平和寛容温存でありまた哀れみと宵みとに満ちエコヒーきがなく見さかけのないものです義のみを結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます金の光の賛美の後イーミヨン牧師が平和というメッセージを 取り次ぎますアメン,アメン金の怒り聖火隊の賛美に感謝します賛美を聞きながら神様が私たちをどう愛されるのかを感じてまた私たちがその愛を告白する時間になったと思います 愛する生徒の皆さん、神様が万民を用いて成し遂げる大いなる使命を果たすことにおいて平和を作ることはとても重要です。例えば家庭でもお父さんが外でいくら大きいことをやり遂げて名声を得ても、もし子供たちが、 平和を作らず家庭が平安でないならお父さんの心はとても痛むでしょう。また子供たちの立場でもあんなに立派なお父さんの子供だということが恥ずかしいはずです。ところがお父さんが外で働いている間兄と姉はお父さんの心になって弟や妹の世話をし、 弟や妹はお父さんお母さんに対するように言うことをよく聞いて仲良く過ごすならお父さんも安心してもっと外の働きに励むでしょうまたお父さんの名声と栄誉を子どもたちも嬉しく一緒に味わうこともできるのです今の祝福の時間も 平和を作ることでもっと大いなる父の技を実現する土台になりますように辞書を見ると平和とは争いや心配こともなく穏やかであることとありますところで霊的な意味の平和とは全ての人を愛せる豊かで美しい心を意味して どんな人でも愛せる美しい心だと言われますどんなことにもどの人にも平和を作れる心を言いますつまり神様は少しの不安もささいな感情からの争いもないことを望んでおられるからです従って愛し合って慰め合い心を徹底的に低くして使い合うことで上から下まで下から上まで本当に皆が平和を作りますように それでは心が完全に平和であるためにはどうしたらよいでしょうか第一口の言葉に気をつけなけななればなりません小さい火種が元になって大きい火事が起こると多くの財産が失われて人命損失を受けることもありますまたは広い山地の数多くの樹木が短い時間に範囲に変わってしまうこともあります しかしそのような大きい火事は小さい火種からのです聖書では下の言葉がこのように過言になれることを言い火をつけるように警戒しています。ヤコブ3の5から6に 同様に、下も小さな期間ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい。あのように小さい火が、あのような大きい森を燃やします。 舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれますとあるのです。このように人が口にした言葉によって、どれほど簡単に平和が壊れるのか知らなければなりません。家庭では、 夫婦の間、兄弟や子ども、そして仕事場や職場でも同じです。特に分かってもらわなくて虚しくなっていったり、自分の思いに合わない時吐き出す不平には悪い感情が混ざっていて、サタンが働くこともあります。口にに出す前に 人の心になって理解してはいないかを顧みなさい、顧みなければなりません。そうじゃないと、サタンが働くことがあります。 そのように感情を心に持っているだけのこととそれを口にしたり行動として表したこととは霊的に多くの違いが生じるのです私たちの心に不平や感情がありますこのようなことをいつも顧みてこれを捨て,な捨てるために祈らなければなりませんいつも私自分を顧みて祈りながら自分の心 の中にある悪を捨てなければならないのにそれを口に出すこと行動に行動として表すことは霊的に多くの違いがあるのです例を挙げるなら皆さんが黒いインク瓶をポケットの中に持っているのと線を抜いてばらまくのとは 明らかな違いがありますね線を抜いてばらまけば皆さん自分はもちろん周りの人々にまで黒いインクが飛び跳ねるようになります。自分の中にまだ黒いインクがあります。笛不,不満があります。それを祈って善と愛によって捨てなければならないのにその線を抜いて。

に傷つける場合もあります虚しくなって言う言葉やつ,くつぶやきも同じですひとまずそれを口にした時は自分はもちろんそれを聞く人にも影響を与えるようになりますもし少しでも心が良い人なら後で言わなかったらよかったのにとこ後悔して聞いた人もあの人の立場をもっと配慮できなかったんだと心の片隅で痛みを感じます しかしいくら公開しても、すでにこぼれた水を戻すことはできないように、一度口から出した言葉も、 再び戻すことはできませんどちらも良い心で自分を顧みて相手を理解するならそれでも平和が壊れることはありません問題はよくない心で言ったりまたそれを聞いた人も善がない時です神の技をする時先立って働く人と自分の思いが違うからといって不平不満を言ったが 同じように思っていた人がそれを聞いた時互いに口を合わせることがあります教会や目上の人があることをする時私の思いと違ってそれ違う時それを祈って,祈,って祈らなければならないのに不満不満を言って口を合わせる 合わせればサタンの回収になることもありますこのようなサタンの回収があれば小さいことも罠になってぶつかるようになり自然に神の技も行いにくくなります。同会長先生は1980年代に全国にリバイバル政界を導きに行かれました。するとその教会の牧師先生がよくこのように言ったそうです。うちの教会は誰々長老さんが問題です。誰々監視さんが問題です。この方がいつもケチを作れるのです。 牧師についてよくない話をしているのですとそしてこの部分に重点を置いて説教してほしいとお願いしたのですこのリバイバル正解をする時このところについてもっと説教してほしいとお願いしたのですところが道会長先生はそれを重点にしたのではなくただ神の 神様の命の御言葉だけを伝えたら、一日二日経ったら、そういった牧師先生から食い改めました。道会所先生は当時、伝道師だったが、牧師であっても、神の命の御言葉の前では、すぐい食い改めて、私は雇い人でしたと告白するのを、ほとんどの教会で見たと言われました。ですから、どうして長老や漢視が打ち砕かれないでしょうか。次々出てきて、食い改めて、 それまで分裂しそうだった教会が平和のうちに一つになることを見たのですしたがってサタンの回収は最初から取り付くこところがないようにしなければなりませんところでサタンの回収には自分も知らないうちにそれに属するものになることもあります例えば皆さんが何気なく真にでない言葉と人の悪口を聞いて それに一言二言言加わったとしましょうもちろん皆さんは悪い心からそうしたのではないと言えるでしょうがまだ完全に清められていない時は自分も知らない悪が心にありえるしこれがつぎ合わせるような相手に会えば動き出されることもあります。したがって慎んで 口の言葉に気をつけますが、良いことだけを見て、聞いて、話す皆さんになりますように、もし良い言葉でなく、真理でないときは、最初から聞こうとせず、話そうともしてはいけません。相手を本当に愛するなら、その,そのようなことを、言う意図を悟して、悔い改めて立ち返るようにしなければなりません。エペソ4-29の29にも、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要なとき、人のと 養うのにに役立つ言葉をを話し聞く恵みを与えなさいとあります悪い言葉は決して恵みを与えることはできなくむしろ相手にも良くないことを植えるようになりますですからいつも良い言葉で聞く人に恵みを与える私たちにならなければなりません2012年教育の時 のことです。口の守るためには裁き、罪に定めることを捨てなければなりません。人を裁くのは自分がまさに神様の膝に座るようなことです。まことに大きい悪であることを悟らなければなりません。人を裁いてそれに悪を加えれば罪に定めるようになります。あの人はこうしたからこうだ。あの人は 盗もうとしたから泥棒だと罪に定めたりもします人の心をご覧になる神様だけが正確に知っておられますところが人が上辺を見て言葉だけ聞いて裁くのは悪であり罪でありますしかし裁いた人は自分の判断は正しいと思います でもその判断が正しいこともあり、正しくないこともあります。ですから神様がしてはならないと言われたなら、してはなりません。自分になぜこのような試練や観難がやってきたのか、帰り見なければなりません。依然、人を裁いて、 罪に定めた高ぶりと罪があって試練にあっていても覚えていないから悔い改めることができません。ですから口にする言葉は特に気をつけなければなりません。行いは自分で覚えているので悔い改めることができます。しかし口にした言葉はその後覚えていないから試練にあっても長くなります。 したがって無駄なことは言わず価値のない必要でないことも言ってはなりませんまた人を裁いて罪に定めてはなりません例えば気が合わなくて争ったり平和でないからといってそれを口や文にしてはな,ならないのですしかし 皆さんんがが見分けけることができななればなりません例えば女性選挙会の副会長が会長のすることがあまりにも気に入らないから他の人に伝えます。もし会長が間違って会員を導いているのにそれを黙っているべきでしょうかと同会長先生が質問しました。ある人が間違っているのにそれを黙っているでしょうか、はい たとえ相手のとかがあっても聖書は覆ってあげなさいと。 ありますそれでこれらのことも皆さんが見分けなければなりませんどこまで覆ってかばって祈りだけするだろうか見分けなければならないのです自分が使えている方が神の栄光を遮り続けるなら進めなければなりません一回二回言っても聞かないすると聖書にある通りにしなければな,らなりません本人が言っても聞かないなら元目上の方をお連れしてアドバイスしてそれを それでも聞かないなないいらら教会に知らせなさいとあります神様の栄光を遮らな,ないために知らせなければならないのです。神の国を妨げてリバイバルを防ぐならこれは神の栄光を遮ることで知らなければなりません。 生徒の皆さんはこの御言葉をよく理解して、相手を裁いて罪に定めることはせず、善と悪をわきまえますように、人をの過ちや欠けていることなら、その意図が悔い改めて立ち返るようにし,しなければならないし、これを人に伝えるのは悪です。 <laughs> 心が完全に平和であるために、<laughs> 第二、互いに使い合わなければなりません。人々が平和を作れない理由は大きく二つあります。<laughs> 一つは、 相手の利利益益より自分の利益を先に求めるからです相手のゆえ心が穏やかでなくなったり辛くなった辛くなって悩むなら平和をもたらさない自分の心を顧みなけ,みなければなりません心から相手の利益を求めるならどれほどいいでしょうか その,その心を持っていれば幸せでしょうが自分の心がもっと痛いから私は自分の利益を先に求めますと言ったらダメでしょうですから祈りで祈って,祈って,祈って 変えられなければな,ならないでしょう。誰かと引っかかったり出なければ自分の利益を求めたので、そのような問題ができるのです。自分自身から問題を発見しなければなりません。自分の心で自分の利益を求める心があるから、そうなので、自分の。 心を発見しなければならないのです夫婦の間の愛も同じです霊的な霊の愛は互いに与えるものです心がもらおうとしたり自分の欲しいほどもらえないから不平が出てきて言い争うようになります もらおうとする心であげるから私ももらえない時はそ,のここそれで虚しくなる時もありますこのようなことが頻繁に起きると愛にひびが入るのですですからそんな状況は初めから作ってはいけません私から何をあげようかと いう心を持たなければなりませんそれで牧者は結婚する方やまた新婚旅行から帰ってきた方に祈るとき互いに低くなって使えて自分の利益を求めない麗しい家庭になるようにしてくださいという内容を必ず忘れずに祈ると言われました 低くなって、使えて、自分の利益を求めないという心はどれほど麗しいでしょうか。そのような過程になれば、道会長先生は、神の働きをするために毎日行かれていますが、 互いに低くなる時互いに平和を作くることができ使えられて高くなろうとする時には平和が壊れるのです人々が平和を作れないもう一つの理由は相手の意見を理解しようとするよりは自分の義を強く言い張って相手を受け入れないからですしかし使えの心になるなら平和が壊れるはずがありません 使えとは単に謙遜だけでなく自分を犠牲にして相手に利益を与えることで相手の必要な部分を満たすことだからです。まるでお母さんが子供を愛して世話するとき自分の体は顧みないようにお母さんはそうですね夜明けにも起きて子供の世話をします。 お母さんの目には目からはいつも子どもの世話を自分の体はかえり,みかえりみないで。 世話をすることができま,すまたは塩が味を出すために形を失いながら完全に溶けるようにキリストの愛を実践するためにでも自分を完全に捨てるのがまさに使えですそれで使える人はいつも自分より相手を先に考えて全てのことに相手の利益を求めますあの人のために何を助けようかと 自らしもべのくびきをかけるのです。父なる神様はこのような使いで生徒の皆さんが完全に平和を保つことを望んでおられます。ところで父なる神様がこの時間強調する使いの焦点は互いに使い合わ,い合わなければならないということです。マタイ23の11に あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に使える糸でなければなりませんとあるように頭の糸が使いの手音を見せるのは当然です。生徒の皆さん偉大なものになりたいでしょうか心から使えるものになれば偉大なものになります。ここで偉大なととは愛と徳があって また、ニューアでなければなりません。このような人はどこででも人々に愛されるしかありません。いくら相手が悪くて、妬んで、そねんでも、それはつかの間であり、歳月が流れにつれて、周りから愛されて、認められるようになります。歳月が流れについてれてれ、れいて周りから愛されるようになります。ところでひょっとして、これを誤解して、自分は、

あ目上の人は私に使えなければならないんだと思ってはいけませんそして使えるのを当然に思って目上の人にあわしてこうしてほしいと要求してもならないのです原則は目下の人が目上の人に使えることであり年少のものが年長のものに使えることなのです そのように互いに使い合うことです。自分が目下のものならもっと使え,使えようと思って互いに ぱっとく思わなければならないでしょうところが真理の御言葉を知っているからといってそれを口実,口実として使えられるのを当然に思うならこれもまた愚かであることを悟らなければなりませんですから父なる神様皆さんすべてが心からつき合,合えることを望んでおられるのです 助け合って霊的に力になってあげるのです御心にふさわしい働き人になれるようにそして神様に愛される働き人になれるように励まし合って助け合わなければなりませんところで皆さんがまことに相手に仕えるためには根本的に自分というものがあってはなりません自分または自分のもの自分の欲 自分の家族、自分の思いに正しいこと、自分の個室などがみんなくなった人でこそ、どんな状況でも相手を配慮して使えることができます。真理を学んで知っていて、使えるべき立場なので使えるならば、これは完全ではありません。安民はよく使います。家庭でも、機関でも、でもその使えが、真の使え。 でなければならないのにただ真理で学んだとしてそれをするのではないか顧みなければなりません本当に心からの使いでないときはただ自分というものがあって ちょっと思いに合わない時も我慢して使えるなら気に入らないことを見ると心に入れておいていつかは移り変わって身として現れるようになります。 真理,理なので使えよう、木に触っても我慢しようというのではなく、真から使えようとする行いが出てこなければなりません。道会長先生は、握手をするとき、小さい子にも、ひざまずいても祈ってあげます。 いつも使いの心を持って真,真から使えようとすることを私たちは覚えています。 私たちも心の中から大切にする私たちにならなければなりませんつまり心の根本から使えなければならないのです御言葉に使えなければならないとあるから使えるふりをするのではありません自分の思いとは合わないが真理なので使えるふりをするのでもありません真から使える心になってその行いが出てこなければならないのです私たちのイエス様の使いが真実でなかったなら決して充実に を完全にううことはでできななかったでしょうあんなに善だけを行い病人を治して不思議と印をほどししてくださり自分たちのために十字架につけられたのに悪い人々はかえってイエス様をあざけますまたい27の42に彼は他人を救ったが自分は救えないイスラエルの王だ今十字架から降りてもらおうかそうしたら 我々は信じるからとありますこの時イエス様が願いさえすれば直ちに悪い人々を罰して私が本当に神の御子だとも言えましたしかしイエス様の心はご自分を目立たせようとするのではなく何としてでもご自分の全てを与えてでも魂を救おうとする使いの心だったので。 ついに十字架を追って死なれたのですまさにこのようなまことの使いの心を見習って私たちも互いに使い合って完全に平和を作りますように心が完全に平和であるために第三愛を持って全てを抱かなければなりません愛を持って全てを抱くためにはイエス様が罪人を救うために十字架を負うまでご自分を献身したように 全く愛がななければなりませんまさに自分の命まで与えられる犠牲が込められた愛を持っていなければなりません。神の国と義のためにまた自分の兄弟のために命を与えることのできる犠牲がある愛のことです。このような愛は自己的なことが全くなく自分にある全てを渡しながらも何か 外を望みませせんももらおうとせずただだ与えるだけでで喜ぶのです聖書を読むとモーセやシト・パウルはたとえ自分の名が命の書から消されても多くの人が救われるようにと神様に祈った場面がありますステパの執事も石に投げつけられて死にかけていながら 自分に石を投げつけている人々のために死よこの罪を彼らに負わせないでくださいと祈ったのですこの方々は神様の前に嫌われた人々のためにもこのように切実な愛で求めました私たちは魂を救うために霊的戦いで生死苦楽を共にしている信仰の道路者ですこの時間も 信仰の道路者です見た目の歩みに入るために悪を捨て,捨てるために教会の働き人になるために隣の人々が道路,道路者です眠れない夜になると私はこう思います 私の担当をしているきょうくんの担当者は誰なのかを思ってその働き人がもっと心を一つにして互いに一つになって教会のために牧者のために走っていっているのだ本当にありがたい。 と思います。肉的に考えれば、つらい時ですが、主のノシ一,一人一人を思い浮かべて感謝します。そのように善意愛が生じるのです。 私たちはこの祝福の時間が終わって、またこの時を繰り返す時になる時どれほど幸せだろうかと思いました。 皆さんはどうでしょうか世では、世にもこんな愛があるのに、まして私たちはイエス様のたっと一の力によって結ばれた兄弟姉妹で、イエスキリストの立派な兵士なので、もっと熱く愛し合うべきではない,でないのでしょうかひょっとして杉し日には清められるために、 罪と戦って血を流すまでしていて周りを顧みる余裕もなく前田家に向かって走ってきたならこれからは大会に顧みますように自分と考えが違う働き人がいました牧者のために祈りましたが 自分の考えと違う人でも一つになって、カナン聖殿、大聖殿を神様が望,望んでおられる時まで走っていくようにしてくださいと祈りました。 自分の道路者がどう暮らしているのか生活に問題はないのか互いに顧みて力になりますようにフィリピン2の4に自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいとありますまたヤコブ2の15から16にはもし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなくまた毎日の食べ物にも事と書いているような時にあなた方のうち 誰かがその人たちに安心して生きなさい。暖かになり十,十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょうとあるのです。従って互いに暮らし向きを帰り見て、 言葉や口先だけではなく、来ないと真実を持って愛を分かち合いますよう願います。私もか豊かではないが、自分よりもっと暮らし向きの厳しい同僚がいるなら、喜んで分かち合おうという心で帰り見るなら、父の神様がどれほど喜ばれるのでしょうか。 初代教会の生徒は人の働き4の32に「信じたものの漏れは心と思いを一つにして誰一人その持ち物を自分のものと言わず全てを共有にし,たしていた」とあります。このように周りを愛する心が あ,るありますようにこのように行いと真実を持って愛しているならどうして平和が壊れるのでしょうかこのように使えと愛で一つになっているので決して敵である悪魔サタンが働く余地はありませんまた温かい愛があおれているので人々も抱かれてきて自然にリバイバルするのです。 ところで愛ですべてを抱こうとするなら相手のことを変わらず信仰によって期待しますようにこれはどういう意味でしょうか清められるために寝られていると隠された肉の属性と悪が現れることもありますこのような時一人で発見して捨てる人もいるが一人でそれができる。 生徒もいますがどの,場どの場合は周りの人々を困らせたり心を痛めることもあります。このように誰かが自分を困らせたり心を痛めても愛をもて耐え忍び変わらない信仰で相手がうまくいくことを期待してほしいということです。と今の祝福の時間の中

辛いことを言うなら私からは温かい心で待ってあげなければならないでしょうあの糸も清められる過程だからだろうこのように善をもって思い裁いて罪に定めずその糸のゆえ心が偏遠でないこともなく変わらずその糸が清められることを信じて期待するのがまことの愛 自分の周りに私を信じてあげる人々がいてよくできますと言われるなら自分,が自分に欠けているところがあってもそのように言ってくれる人,人がいるならどれほど力になるでしょうか皆さんも。 変えられる過程でそのような時があったでしょう。ですから私たちもそう,そうしましょう。それで第一コリント13の7にも愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びますとあるのです。 すべてを我慢し,したならし,してもまたすべてを信じすべてを期待し耐え忍びますとありますね私を信じてくださる神様を思いながら自分の悪が発見するときも その愛を思いながら。 私もそのように信じてあげる働き人になろうと思いました結論です心が完全に平和であるためには口の言葉に気をつけなければならない互いに使い合わなければな,ならないと申し上げましたそして愛をもって全てのことを抱かなければならないと申し上げました愛する生徒の皆さんは豆に平和で 平和を幕物となって霊の流れによく乗って速やかに清められますようにそれで堂々と父なる神様の子供と呼ばれるだけでなく今後皆一緒に主の御顔にお目にかかってドこしエにその栄光のうちにとどまることを願いますメッセージを覚えて祈ります 父なる神様、平和についてメッセージを伝えました。まずは口の言葉に気をつ,かつけなければならないと言いました。互いに使い合わなければならないと言いました。平和は愛によってすべてをて 覆うことだと抱か,な抱かなければならないと申し上げました。この祝福の時間の中、神様に喜ばれる働き人となるようにしてください。感謝します。我らの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。 「それは命与える救いの」